よし、避けろー。避けれるのかな、よし。どこ行った、早い早い、避けてね、来るからね。嘘でしょ。わ、通過した今。避けてたよ、見てて、ほりゃ。すごい、タイムアップになっちゃう。あ、セーフセーフセーフ。なんで避けたっていうか、これすごくない、今乗った上に。マリオもピョンしたし、ヨッシーもピョンしたし、おもろーですにゃー、これは。いいね。皆さん、こんにちは。こんばんは、アスカです。今日もスーパーマリオメーカーやっていきましょう。まず最初に、リアル鬼ごっこ。パックンフラワー。パックンフラワーから逃げるのかな。これなんか映画であったよね、リアル鬼ごっこって。怖いやつ。いや、びっくりした。ちょっと怖い怖い。なんかわかった。来るんでしょ。ちょ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 、ダメだ。ダメだ。ダメだ。あー、怖い。怖い、本当に。何この人。やだ。急いで。急いで急いで。やばい。にゃーん。なんか行くところはね、わかった気がする。リアル怖いっす。ちょっと待ってね。はい。はい。で、近い、こうで、こうで。上行って下降りる。なん、ここ無理なんだけど。もっと早く、もっとジャンプ、もうジャンプしとこう。あちゃジャンプ足りねえでやんす。ちょっともう一丁、もう一丁やらして。ほい。あー、ちょっと遅かったかな。あー、なんでもなんかさ、無理無理。あ、絶対無理、絶対無理。ごめんなさい、ごめんなさい。あー、ごめんなさいしか言えない。私、お化け屋敷に入るとごめんなさいっていうタイプ。本当に早いんだけど、この人。この子。いやー、来ないで。よしよしよし。よし。夢に出てきそう。絶対夢に出てくる。マジ怖い。なに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 。あ、これいいよ、絶対いいよ。よっしゃ。いやあ汗半端ねえっす。怖いからちょっと部屋のドア開けようかな。怖い。早いのよ、結構。コンベヤーのところが。やめて、お願い。ごめんなさい、ごめんなさい。はい、はい、はい。よしよしよし、調子いい、調子いい。で、上。よし、あ、あった、あった。よし、来た。来れないんだ、この人。ベルトコンベアないから。なめんなよ、こら。強気。急に強気になってしまいましたが。はあ、何これ。超超超超超いいね。面白かったな。はい、続いては、アスカクイズ。イエーイ、パフパフ、トン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 。イージーっていうところがいいですね。トールちゃん、ありがとうございます。それでは、やっていきましょう。何も見てなかった、サムネ。最後の土管は右安心、左ちょいむず。了解しやした。最後の土管は右安心、左ちょいむず。OK。急に？じゃあやっぱりボムちゃんかな、私は。最近のアップよりぽよー。さよなら。これで答えが1個分かったぜ。そっか、ヒントはアスカだったな。そういえば赤の、あ、赤亀ちゃんだ。これは答えが分かったから分かってたんですが。次は、あ、巣だ。巣じゃんよ、スイカ。やっぱ、わかんない。スターの巣だ。スイカか。か？
どっち？階段のか。絶対そうだ。大人の階段登っております。大人の階段登る、君はもうシンデレラさ。合ってるよね。下はもう絶対アウティだよね。ちょっと待ってね、怖いよ。よっしゃ。え、なんだっけ、クリボーちゃんがいたんだ。あ、下はクリボーちゃんでアウト王だったんだね。なんだったっけ、右は安心だ、左が危険だよね。安心でいきます。ウィー左は下から出るってことか。じゃあ下から行くか。アスカさんだぞ。ウィー、いやー、ありがとう、簡単に作ってもらえて嬉しい。こういうの楽しい。イエイイエイ、優勝者はアスカさんです。うわーすいません。いいね、鉄塔鉄尾の尻尾マリオやっていきましょう。鉄塔鉄尾の意味がわからなかったので調べました。これは最初から最後までという意味だったので、ずっとタヌキちゃんでいるということですね。オッケーです。かわいいクモちゃんが運んでくれてますね。カノンさん、カノンさん倒す。おおそうだね、尻尾で倒れるね。ほい、あ、なんか分かりやすい、ありがたい。まさかこれでもう尻尾使いやばい。はい、いいね。おりゃ、しゃがむ姿も可愛いよね。あ、ちょっと待って、はい、あにゃにゃにゃーん、もう一度、よいしょ、オッケー、よいしょ、はい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 。で、ここで助走をつけて、お腹も膨れてて可愛い。はい、これはなんじゃ、助走つけるのか。じゃあこれをプルンでいけー。よし、頼むもう一発、よいしょ、うよし、オッケー。お次は、え、プルンで、プルンでくる。おお来た、はい、ドカーン、強いねこれはね。よし、中間がありますよ。え、これもプルンで取る。おー、なんか尻尾ってこんな使えるんだ、知らなかった。え、これも、おっつ、尻尾で撃退、コクッパちゃん。おお、あ、そっかそっか、そうだよねこうなるよね。はい、これも尻尾で、かわいい、うりゃうりゃ、もういし、オッケーオッケーオッケー、うーん、いい、はい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 、しっぱた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 ぱ、おお、ゴールだゴールだ、やったー、いやー、かれた、無事鉄塔鉄尾たぬきちゃんでした。しっぽってこんな使えるなんて改めて再確認でしたね。いや、面白かった。いいね。はい、では最後にアニソンメドレーで終わりたいと思います。全部わかるかな？サムネでもすごかったね、今ね。それでは。心惹かれていくだ、これ。あー、すごい、ポケモンポケモン、にゃーん、サトシー、サトシーって言ってる、にゃーん、サトシー、面白い。次はなんだ、
忍たま乱太郎や。トゥ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 抱きしめながらさあさあ、あ、ちょっと、トトロめーちゃん。そこ、真似するとこ、おばあちゃん。めーちゃん、感動だよね、大好き。最後好き。なにこれ、超うまい。上手ですね。いやー、もっと聞きたいなー、これ。あ、なんか P が違うクリアした方法があるのかな。メドレーだからいいですね。結構ね、長いと飽きちゃうからね。いいね。はい、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。今日も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それではピチピチな28歳のアスカでした。バイバイ。みんな寒いから風邪ひかないようにね。